はい、現場からですっていう感じで、どうも松井氏です。今回なんですけども、僕はですね、J2 リーグの第4節の、清水エスパルス対大分トリニータの一戦をですね、見に行きまして、結果といたしましては0対0のスコアレスドローっていう形で、まあ、よく守ったゲームなのかなと思っております。ね。なんて言うんだろう、後半ね、チアゴ・サンタナ出てきた時はね、ちょっとこう、ああ、やべえなと思いましたけど、ね、まあ、最後ね、こう、個々の質のところで、こう、交代策とか、ね、殴り切れるっていうのが、まあやっぱ、清水エスパルスなのかなと思ってて。まあ今期ね、おそらく J2 の優勝候補に、まあなり得るチームなのかなと思っております。ただね、まあ大分としては、まあここまでね、まあ無敗を継続っていう形でね、あれかな？開幕これで勝ち点10なのかな？合計すると。ね、まあ、上等なのかなと思っておりますし、今日の試合もね、まあ引き分けでね、本当に追われてよかったと思うし、なんか負けなくてよかった、今日の試合。ね、で、まあ、本当にね、なんて言うんだろう。まあ、硬い試合っていうか、ある意味ね、ある意味ちょっとしたこう硬い試合っていうべきなんですかね。うん、ある意味ね、ある意味ちょっとしたこう硬い試合だったからこそ、すげえ緊張したし、うん、もう今ね、こう、ホテルまで移動してるんですけど、ちょっと疲れてます。ね、今声裏返っちゃったけど。疲れてます。まあなんでね、まあ大分としては、このままね、まあ次の千葉戦かな？千葉戦で勝って、勝ち点3ね。勝ってですね、ホームでね、勝ち点3積んで、まあまた、首位を取り戻しましょう。でね、清水エスパルスもね、本当にこう、なんて言うんだろう、今シーズンね、まだ勝ってないっていう話を聞きましたけども、なんて言うんだろう、まあいつ勝ってもおかしくないし、なんなら今日の試合僕そんな悪くないなと思ったんで、まあそんな感じでね、まあ清水エスパルス頑張ってくださいね。白崎さん、はい、ちょっとマジで、もう白崎さんと岸本とホナウドかな、あとチアゴサンタナマジでちょっとダメだね。うん、あとゴンダと、はい、ダメです、ここは。はい、そんな感じで、さよなら、お疲れでした。